おい、俺の飯はどこなんだよ。まさかとは思うけど、まだ会社にいるとか言わないよな。ごめんなさい、帰り際に取引先とのトラブルがあってまだ少しかかりそうなの。悪いけど外で済ませてもらえない？トラブルってどうせお前のミスのせいだろ。何をしれっと人のせいにしてんだよ。言い訳なんか無駄無駄。帰宅が遅れたのは悪いと思うけど、私のせいだって決めつけなくても。お前の頭の悪さ、昔上司で今亭主の俺が誰よりもよーく分かってんだ。何せ一番の被害者でもあるからな。確かにミスも多いかもしれないけど、フルタイムの共働きで家事も完璧にこなせなんてとてもじゃないけど無理。少しは手伝ってほしいんだけど。はあ？自分の努力不足を棚に上げて亭主に家事を丸投げするつもりかよ。お前が俺のために誠心誠意やらせていただくべきだろ。やらせていただくって、二人で暮らしているんだからお互い助け合うべきじゃないの？寝言は寝て言えよ。亭主が家に帰ったら飯と風呂の支度が完璧にできてこそ妻と名乗る資格があるんだよ。それすらまともにできないお前は妻失格の金食い虫だな。とんだ貧乏くじを引いたもんだ。ま、今日は寿司の出前でも取るけど、支払いはお前の責任だからな。わかった、家計から出すことにするわ。あ、お前が夕食を作ってれば必要なかった出費なんだから、お前の小遣いから出せ。だけど食費や暮らしにかける費用、二人分のスマホ代もお母さんへの仕送りも私が負担しているのよ。私個人の育代や交際費だってなかなか捻出できないでいるのに。妻なんだから当たり前だろ。俺も夫として家賃はしっかりと払ってやってるじゃないか。でもあなたと私とじゃそもそも手取り額だって全然違うんだし、手元に残るお金だって違うでしょ。俺だって上役たちとの接待ゴルフや釣り、旅行に飲み会と何かと入り用があるんだ。それって家庭をないがしろにしてまでするべきこと？当たり前だろ。本来なら妻のお前が内助の功として金を出すべきことだ。これ以上の負担は重すぎるんだけど。その程度もできないで妻の権利だけ主張するなんて厚かましいやつ。そこまで言わなくても。これからは身の程をわきまえて口の聞き方に気をつけるんだな。そうだ、次の連休に母さんが用事でこっちに来るんだが、うちに泊まるように言っておいたから、きちんともてなすんだぞ。それはもちろん構わないけど、ですが次の連休の直前まで今のプロジェクトにかかりきりで、お母さんに満足いただけるようなおもてなしの準備ができるかどうか。また言い訳かよ。ええか、とにかく連休中は仕事は休みだろ。だからママにしっかり尽くすんだぞ。私の名前はカナ、30歳。女子だった5歳上の夫の直也と結婚して2年目の会社員です。社内結婚のため現在は夫と私の所属は違うのですが、夫は知り合った当時の上下関係をそっくりそのまま家庭に持ち込んでいるのです。おかげで連日終電帰りで週末くらいはと寝ている私を早朝から叩き起こして自分のゴルフ行きの準備をさせるなんてことは日常茶飯事。出先で飲んで帰りが遅くなると迎えに来させるだけでなく、夫の同僚や上役たちまで送らせることも。ようやく自宅にたどり着いたら、ナミが運転お疲れ様でしたというのを耳にして、お前よりナビの方が優秀だなとニヤニヤする夫にため息しか出ません。子供もいないし別れたらと家庭の事情を知る友人たちには言われますが、夫と離婚することで会社に居づらくなるのではと躊躇する気持ちが大きいのです。しかし最近よくよく考えてみると、夫からは音声ナビですら言えるお疲れ様どころか、夫の口からはありがとうもごめんなさいも聞いたことがありません。長い目で見れば転職というリスクと夫と別れられるというメリットのどちらを取る方が得策か考え始めていたのですが、大型連休初日。ったく、ちょっとふらついたくらいで入院させるなんて、あの医者やぶなんじゃないのか。さっきから病院の玄関で待ってるんだけど、退院するから迎えに来てくれるんじゃなかったの？そんなの俺がわざわざ出向く必要もないだろ。確かに1日で退院にはなったけど、まだ万全の体調には程遠いのに。そんなことより今からママを迎えに行ってくるから、帰ってくる前に準備はきっちりやっておけよ。何をしておけっていうの？まずは毛布や布団をコインランドリーで丸洗いだ。ママを薄汚れた寝具で眠らせるわけにはいかないからな。今から？そんなこと無理よ。時間なら心配しなくても大丈夫だぞ。
ママと落ち合ったらホテルでゆっくりランチして、その後はショッピングしてくる予定だからな。ということは車で出かけるの？当たり前だろ、いちいちタクシー捕まえるの面倒くさいじゃないか。それなら毛布や布団は運べないじゃない。お前は本当に間抜けだな、抱えていけばいいじゃないか。できるわけないじゃない。だったら私がタクシーを使うわ。そんな無駄遣い俺が許すと思ってるのか？許す許さないじゃなくて、布団一式を抱えて歩くなんて無理に決まってるでしょ。コインランドリーなんてうちからたかだか歩いて30分くらいのところじゃないか。私は病み上がりなのよ。昨日見てくれた会社の産業医も疲労が蓄積されているから、くれぐれも無理をしないようにって一日入院させてくれたの。お前が同情を引こうと会社で倒れてみせたから大騒ぎになったんじゃないか。気を引きたくて後頭部を強打するほど倒れる人はいないと思うけど。あれは全部お前の自作自演の甘え。俺が騙されるなんてありえないから。だから迎えにも来ないということ？当然だろ。ああそれと夕食はうちで取るから、そっちの準備も抜かりなくやれよ。そんなことできないわよ。なんでだよ、イタリアンでも和食でもいいから、ママを満足させられるレベルのごちそうを作っておけばいいんだよ。だったら美味しいと評判のお寿司の出前を頼むわ。それでいいでしょう。そんな手抜けは許さない。これ以上何かやろうとしたら今度は1日くらいの入院じゃ済まなくなるわ。だったらその寿司代は当然お前が負担しろよ。分かった、負担する。それでいいんでしょ。その夜、俺が買ってきてやったスイーツをこれ見よがしに、すみません私これ食べられませんなんてママの前で言うなんてどういうつもりだよ。だってナッツアレルギーがあるのは本当のことだもの。仕方ないじゃない。そんなことも知らないなんてって怒られたじゃないか。さすがお母さん、気遣ってくれるなんて優しいわよね。ふざけるなよ、ああいう時は俺の顔を立てて美味しいって食べるのが妻の務めだろうが。そう思うんならわざわざ LINE で伝えてないで、お母さんの前で正々堂々と言ったらどうなの。ママが味方してくれたからっていい気になるなよ。それで要件はそれだけ？だったら私もう寝たいんだけど。結局マラー洗いもできずにカバーだけ新品にして手抜きしたくせに。その話今する必要ある？ああ言えばこう言う、まったくエラーズ口ばかりだな。どうとでも言えば、疲れてるしもう寝るから。そういえば俺は明日部長たちと釣りに行くから、ママの同窓会への送迎はお前がやれよ。うちの車に乗っていくの？お前はレンタカーでも借りろよ。だけどいつも私の運転のことをボロカスに言うじゃない。慣れないレンタカーで大事なお母さんを危険にさらす気？だったらタクシーでも使えよ。わかったな。同窓会当日、冷凍ハンバーグに缶のポタージュ、カット野菜のサラダって、これが俺の夕食かよ。案外お早いお帰りだったのね。こんな手抜き料理だけ置いといてどこを突き歩いてんだ。どこってお母さんの同窓会が開かれたホテルのレストランだけど。俺にこんなお粗末な飯でお前はレストランでディナーだと？お母さんがぜひ一緒にって。だったら俺も今から行く。無駄よ。なんでだよ、もうデザートが出たところだし。それならもうすぐ帰ってくるんだな。今夜はこのホテルに宿泊するの？そんなこと聞いてないぞ。当然よ、言ってないもん。ママも一緒なのか？もちろんよ、今夜ここに泊まろうって提案してくれたのはお母さんだもの。なんでママがお前とホテルに？それがね、離婚の前祝いとして飲み明かそうって。離婚って誰の？この文脈で他に誰がいるのよ。まさか俺？当然でしょ、自分の母親の世話を病み上がりの私に押し付けて自分は浮気相手に会いに行くような夫なんていらないわよ。浮気って何のことだ？違うの？当たり前だ、今日は部長と釣りだったんだからな。アウトレットモールでどんな魚が釣れるのかしら。何のことだ？あなたの今日一日の行動よ。意味不明なこと言うな、なんで俺がアウトレットなんかに。その後は郊外の隠れ宿でご休憩？さぞリフレッシュできたでしょうね。お前もう酔ってるのか？さっきからわけのわからない難癖ばかりつけてきて。隠れ宿の後はマンションまで送って、その後は鮮魚が人気のスーパー、クーラーボックスが空じゃ帰りづらいからアリバイ工作かしら。一体どうして？知っているのかって。まさか俺を尾行していたのか？そんな物好きなことしないわよ。だったらどうやって？あなた昨日お母さんを車で迎えに行った時に受け取った荷物を後部座席に乗せたでしょ。それがなんだよ。うちに着いてお母さんの荷物を下ろした時にポーチが一つ車の中に残っちゃったみたいね。まさかそれって？あなたが一人暮らしのお母さんが心配で手配した位置情報見守りサービス用のキーホルダーがついてるポーチよ。おかげで今日のあなたの行動が逐一スマホで確認できたわ。
それは何かの間違いだ。きっと他の人のデータと間違って表示されてるんだ。そんなことないわよ。現に今はうちの真上に、ここにいます、表示がついてるし。分かったよ、本当のことを話す。どんな言い訳をしようというの？実は今日うちの車を使ったのは俺じゃなく部長なんだ。なんで部長がそんなことする必要があるの？部長にはご自慢の会社があるじゃない。部長自身の車だと目立つから浮気には不向きだと言われて仕方なかったんだ。だったら私にまで嘘をつく必要はないと思うけど。カナは正直者だから部長と社内で顔を合わせた時に気まずいだろ。それで内緒にしてたんだよ。だったらあなたは一日どこにいたの？仕方ないからネットカフェで暇つぶししてたさ。今目の前に部長の奥様がいるんだけど、全くの初耳尽くしだっておっしゃってるわよ。なんでそこに部長の奥様が？お母さんから聞いてなかったの？お二人は同じ女子大の卒業生なのよ。でも年が全然違うし接点がないだろ。部長ご夫妻に仲人をお願いしたの、頭から抜け落ちてるの？忘れてた。だから部長に濡れ衣着せても無駄どころかやぶへびになるだけよ。分かったよ、すまなかった。ということは浮気を認めるのね。だけどこれが初めてだし、それに俺の浮気はお前のせいだから。どういう意味？俺を怒らせてばかりで家庭に安らぎがなかったんだ。私にも悪いところはあったかもしれないけど、何でもすぐに怒って話し合いにもならなかったじゃない。それは口答えしたり反応したりして俺に歯向かってばかりいるカナが悪いせいじゃないか。フルタイムで仕事して家では家事を全部私に丸投げ、まともに休息を取ることができない。その上あなたの機嫌取りなんてできるわけないでしょ。そんなこと妻ならできて当たり前のことばかりだろ。妻になったら自動的に1日が36時間になる特典付きなら当たり前にできるかもね。そうやって開き直る、その態度が気に入らないんだよ。事実そうじゃないの。時間が足りないというのならお前の段取りが悪いんだ。お前がだらしないから仕事が定時に終わらないんだ。お前は妻としても社会人としても失格なんだぞ。だったら離婚しましょうよ。そんな強気でいいのか？離婚したら会社に居づらくなるのは脳なしのお前の方だぞ。そうかしら。そんなこともわからないなんて、やっぱりお前は神聖の間抜けだな。間抜けはどっちよ。今夜は離婚の前祝いとして飲み明かすって言ったでしょ。4人で。4人？そうよ、私とお母さんと部長ご夫妻とね。部長ご夫妻って部長までそこにいるのか？奥様を迎えに来られて私たちと合流したのよ。ちなみにこの LINE も今全員で見てるから。いつからだ？あなたが夕飯に文句を言って起こした時からよ。だったら教えてくれればよかったじゃないか。お母さんがそうしろと言ったのよ、息子の本性がわかるだろうからって。ママが昨夜から私たちを見ていて気づいていたんですって。あなたの高圧的な態度でお母さんを長年苦しめて亡くなったお父さんにまるで生き写したって。親父に俺がそっくり？そんなはずはない。俺はあんなゲスな男とは違うんだ。そうかしら。じっくりお話を聞いたけどあなたと甲乙つけがたいわね。お母さんは息子だけはあんな男にはならないようにと育てたつもりだったのにってがっくりしてたわよ。そんな。そろそろ私たち店を移るからスマホの電源は切るわね。待てよ、今からそっちに行くからみんなで話し合おう。誤解はすぐに解けるから。結構よ。お母さんはクズな息子のために引導を私に来てくれたのね。感謝してるわ。まさか離婚なんて本気じゃないよな。部長がとびきり有能な知り合いの弁護士をご紹介くださるようだから、あなたも早いとこ自分の弁護士を見つけておいてね。でないと話し合いが進まないでしょ。わかった、俺が悪かった。なあ、謝れって言うんなら謝るから。もう遅いわね。そういえば連休明けに部長直々にお話があるそうだから、そちらの言い訳でも考えておいたら。まあそれも今さら無駄だろうけど。後日談。連休明けに呼び出された直也は部長から厳しい追及を受け、今までの浮気を全て白状したそう。しかも相手の女性たちに貢ぐために経費をごまかしていたことも明るみに出て、サクッと通報され塀の向こうへと旅立つことに。しかも大好きなママ宛の手紙を弁護士に託しても返事ももらえず、ショックで打ちひしがれているとか。出所となっても出迎える人もおらず、使い込み分の弁償や離婚の慰謝料で借金を背負うことになったため、待っているのは取り立てに追われる毎日だけでしょう。私は以前と同じ部署で相変わらず忙しくしています。それだけでも余計な心理的なストレスがなくなったせいか毎日が充実、再婚の話も持ちかけられますが、
しばらくは仕事一本で頑張ろうと思っています。